ビクタル・ミハイラビチ・ハンチャレンカは、ソビエト連邦、ホメリ州ホイニキ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。UEFA チャンピオンズリーグ史上最年少、監督記録を保持している。ロシア語では、ビクトル・ミハイロビチ・ゴンチャレンコとなる。1977年、ホメリ州ホイニキの中流家庭に、ミハイル・ハンチャレンカの息子として生まれた。 エンジニアであった父は1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故の後1993年に亡くなっており9歳でサッカースクールに入りプロ選手を志す。父の死後1995年にミンスクのオリンピック選手養成施設に入りビタリー・クツゾフやユーリゼフノフ、アレクサンドル・フレブといった選手と交友を深めた。1998年 FC バテ、ボリソフに入団して、ベラルーシプレミアリーグで主にディフェンダーとしてプレーし、1998、2000年には2位に、2001年には3位という、成績を残したチームの一員として貢献した。しかし、怪我のため2002年に25歳の若さで引退し、指導者の道を目指した。2004年から2007年までバテボリソフで、アシスタントコーチを務めた後、 2007年にバテボリソフの監督に就任。以降、2008,2009,2010,2011シーズンにプレミアリーグを制止4連覇を達成。2008年にはベラルーシのクラブとして初めて UEFA チャンピオンズリーグの予選を突破し、本戦で指揮を取った。2008年9月17日、グループリーグのレアルマドリード戦において、 チャンピオンズリーグ史上最年少の31歳で指揮を取っている。また、2011年にはクラブを再びチャンピオンズリーグ本戦出場へと導いている。2013年10月、ロシアの f c クバンクラスのダールと2017年5月までの契約を結んだと発表された。2014年11月、双方の合意でクバン監督を退任。2015から16シーズンは、 FC ウラルスベルドロフスクオブラスト監督を短期間、務めた。2016年6月6日、FC ウファの監督に就任。12月12日には、レオニード・スルツキー監督の辞任を受け PFC チェスカ・モスクワの指揮を取ることが発表された。2020から21シーズンは、リーグ中位に沈む中で、2021年3月22日に、解任された。 翌月6日に FC クラスのダールの指揮官として2022から23シーズンまでの契約を締結した。ありがとうございます。